ではこのままの流れで今度は菊池さんにお願いしたいなと思ってます。よろしくお願いします。では拍手でまた皆さんお迎えください。はじめまして、菊池と申します。今日はですね、生き物カンパニーの、代表で、地球というインキュベーターをやっている菊池の立場でお話をさせていただきます。インキュベーターって聞いたことある方、聞き慣れない言葉だと思うんですけども、インキュベーターって基本的にはもともとは大学の研究の中で事業化をしていったりですね、新しいプロジェクトのための不可避のイメージと意味で使われている言葉ですけども、少し、ストレッチをして、実際にいろんなプロジェクトやアクションを生み出すっていうところまで広げて、各企業さんと一緒の場合もありますし、担当もありますけれども、サステナブル×グロース、要は持続可能っていうものと事業やプロジェクトの成長というのは両立するものだぞというところをしっかり、よりも、広げたいなと思ってですね、そういうサステナブル×グロースのプロジェクトをたくさん生もうというインキュベーターをこの秋から始めているものです。ぜひですね、携帯持っている方は地球ってカタカナでいいので、地球サステナブルとか地球プロジェクトって調べていただくと、少しずつ、かかって検索がかかってくるようになっているかなと思ってます。実は昨日まで、デンマークに行っててですね、資料と特にご用意していませんけれども、今日はデンマークの報告会ではありませんので、少し、僕の過去の取り組みとかも含めてご紹介したいというように思っています。僕の職能、今日、テーマが職能なんですが、職能の関わりとしては、もしかしたら僕の別の顔の方が皆さんご存知かもしれません。プラネットテーブルという会社の創業者でもあります。線路という、サービスを作った人間で、どんなサービスかというとですね、5500の、中小零細の農家さん、今ちょうどおさんが家族農業という言葉をお使いになりましたが、まさに家族農業者の大半の家族農業者さんと7500件を超える首都圏の個店レストランを、直接つなぐサービスを作ったものです。ちょうどですね、2019年の5月が創業5周年で、サービスローンチで、4年弱経ってですね、比較的大きく会社も安定しましたので、今、同じような取り組みをどんどんもっと増やしたいなというように思って、このインキュベーター側を、僕の主たる、活動という形にしています。でちなみにこの線路、何で始めたかというとですね、私の母方がですね、山形の仮想仮想って僕言ってるんですけど、マムロッカワからさらにですね、秋田県の県境の方に入る、マムロッカって真実の室の川って書くので閉じた川の意味でして、最上川、鮭川、マムロ川なので、多分、よくわからないと思うんですけども、まあ一言で言うと中山間地域でして、昼まで霧もやがかかりますので、庄内地域大豊作、マムロ川大例会みたいなのもあるぐらいの中山間地域で、うちの母は継ぎたくなくて出てきた世代です。で、祖母から、電話がかかってきましてですね、僕当時は、ちょうど加藤先生が先ほどご紹介されていたような投資ファンドの世界にいて、世界的にはまさに、農地への投資であったりとか、ESG 投資はもう随分昔から言われていたんですが、日本では全然そんなの全くなくてですね、中山間地域が見事に錆びれてですね、母親に電話しなくて祖母が私に直接電話を起こすというぐらいカオティックなんですね、ところを経験して田舎に行ってみました。1年半、東京から通って農業をやってみたんですが、結論として農業自体が問題ではなくて、流通構造の方が、農家ではいかんともしがたい部分があるなと。でこの流通構造を変えてから満を持して継ごうというように思ってたんですが、幸いうちの親戚がついてくださったというところで、今自分らいですが、そのいわゆる仕組みを直すと、仕組みを、新しい仕組みを作るというところを今自分のミッションとしています。父方は実は菊池の名字通り、悪名高い九州菊池の出身、熊本の出身でございます。で、実際この仕事をセット始めた時もそうなんですけども、中山間の農村、農産業村がどうすれば持続的になるのかっていうテーマが今もあってですね、で線路をやって、それなりに生産者の所得なり販売っていうもの自体を流通をしっかりつなげてあげることができたり、流通ロス率も通常流通ロス率 15% ぐらいのところの中で 0.8% 以下まですることで、生産者の所得を上げる、実はロスを下げるということは生産者の所得が上がります。そういったところも含めて設計が一定程度できた事業もあった一方で、なんか生産者さんとか医学科が儲かっていくような景色になっていかないんですよ。で、ずっと見ていたらですね、収入サイドだけ見ちゃダメだなと。
支出サイドとかコストサイドを見なきゃダメだと思ってですね、約2年間くらいずっと生産者と一緒にやってたんですが、結局肥料も餌も飼料もですね、資材も全部外から買ってるんですよ。で、経営もガソリンも全部買ってます。で、電気、ガス、水道も、まあ、水力発電があるとはいえですね、やっぱり外から買ってるのが大半で、結局稼いだお金外に払ってるんですよね。で、場合によってはそういう動きで逆転してますというような状態の中で、地域にもっと資源、使える資源あるんじゃないのと。いや、作った野菜の地産地消以前に資源側の地産地消ってあり得るんじゃないのかということに向き合って約2年半になります。で、まあ、それ以外に実は洪水とか獣害とかいろんなリスクもあるんですけども、実際いろいろ見てみるとですね、地域から当然水でもそうです、種もそうですし、まあ、落ち葉もそうですし、木材もそうですけど、いろいろ資源を受け取ることができたりしますと。それ以外に例えば川が流れてくることによって栄養をもらっていたり、土砂をもらっていたり、逆に、山がしっかりあることで土砂防災がしっかりできていたりとか、まあ、地力で言ったり、あと虫が媒介になってくれたりといろんなそういう調整サービスも受けていますと。で、一方で、もう一つは基盤ですね。結局そこで農業できるのは、そこが農業、作物に適地であったりとかしますし、また作物、収量会社さんの方も今日いらっしゃってると聞いてますけれども、そこにいろんな生物の多様性があるから新しい品種も生まれると。伝統野菜の典型ですよね。伝統野菜という名の品種、品種開発をされた、作物だと思うんですけども、そういった意味で言うと基盤のサービスもあると。もう一つは景観もありますよね。文化的なサービスで、その美観がまた僕たちのデザイン能力であったりとか、アーティスティックな能力にも影響していると。で、これってすごく農家にとって大事なことじゃないかと。で、農家見てないですよね、ここと。まあ、資材ここと、ホームセンターか JA から買ってですね、どんどん使ってますと。で、これじゃ良くならないよねって意味で、もう少し資源の使い方あるんじゃないかなと。もうちょっと今使っているものを分解してみて、より安くというわけじゃないですか、効率よく負荷もなく、結果としてコストも下がるようなやり方あるんじゃないかということを生産者と一緒に、大体2年ぐらい提案して、結構これ所得上がったりするので、あ、うまくいかなみたいな事例がありました。で、これいろいろやってたら、先ほど先生方の会話になったんですが、これ何て言われてるかというと、生態系サービスそのものですよね。僕が今言ったのって供給サービス、調整サービス、基盤サービス、文化サービスのことです。で、これって長い目で見ると全ての企業さんにとって一緒です。全く一緒です。要は、よく生物多様性で今日話してるんですけど、生態系サービス、僕たち生態系からサービス受けてるんですよ。受けてるものに対して僕たちって対価払ってますかね。多分この問いなんだと思うんです。対価を払ってたり、それに対してサービスを安定的に受けるには僕たち対価払わなきゃいけないんですけど、奪ってばっかりじゃないですかねっていうのが多分僕の問いで、生物多様性って生態系サービスの基盤だと思ってるんです。で、僕これ企業さんって今どういうふうな話し方をしてるかっていうと、それが生物多様性って企業からすると遠いんですよ。なんでそれをやらなきゃいけないのか。生態系サービスって聞き慣れないんですよ。でもこう言うと意外にわかると思います。今必要な原材料の調達コストが上がります。なくなった場合のビジネスリスクを考えてください。これ計測可能です。で、そういったところを含めて、企業さんたちにとっても農家さんにとっても、こういう生態系サービスが失われることによってのコスト増ないしは事業のリスクっていうもの自体をもう一回向き合いませんかっていうことをよくやってます。で、これ2つの観点でやっていて、1つリバースエンジニアリングっていう言い方をしています。よく製品が出ると分解してみてどうやって動いてるのか見てみるっていう、ネガティブなワードをよく、競合調査とかでやったりするんですけど、今ある自社の製品やサービスを全部ばらしてみて、資源だったりエネルギーだったり使ってる場であったり、まあ、そういったものを一回全部ばらしてみましょうよっていうことをやってます。で、ばらしてみた中で入れ替えられるものがあって、あれば入れ替えていけばいいじゃないかと。完全である必要はないので、一個一個でもプログレスしましょうよっていうやり方をしています。2つ目、これちょっとあまり聞き慣れないかもしれないんですけど、比較的僕がお世話になっているデザイナーの方も今日いらしてますけれども、デザインディスコースって考え方があってですね、これイタリアのロベルト・ベルガンディっていう先生が提唱した考え方なんですけども、今の市場に対して受けるであろうデザインをするのではなくて、これからこんなことができるよ、あんなことができるよ、こうなったらいいじゃないっていうものをプロトタイプで見せていきながらエデュケートしましょう。これも市場を作る、今ない市場を作るってそういうことですよねっていうことで、今あるものの中をただ変えるだけではなくて、新しいサービス、プロダクトで、世の中を、自分たちのプログレスを見せながら、市場を作っていきましょう、教育していきましょうと、この2つのアプローチを取ってます。
例えばですね、やっているプロジェクト、ちょっと時間が あれなので押すんですけど、4L っていうのをやってます。これ、4つの L の意味なんですけど、レクチャー、ラーニング、ライブラリー&ラボラティ、フォーリビングティングスの4つの L。で、4L って、これ、生き物のための学びの場って言ってます。で、これ、企業さんの中にテンポラリーに、生き物について勉強する場、そもそも生物生態系って何のこっちゃいと。リバースエンジニアってどうやってやるんじゃいみたいな話がやっぱりあるので、こういったところをまず学ぶところからちゃんとやりましょうと。で、学んだ結果自分たちの事業なりサービスをよく当て込んでみて分解してみて考えてみるみたいなことをやる、ゆくゆくはちょっと常設のなんか乗り合いの場所にしたいなみたいな取り組みを始めていたりします。あとはですね、いくつかちょっとご紹介したらどうですかね。例えば今針葉樹ばっかり植えてて木が偏ってますよねとか、木のメンテナンスできてませんよねみたいなところに対して、ひだの広葉樹を使っていろんなプロダクトを、ただ今のプロダクトを受かるだけじゃなくて他の用途に使えないかみたいなところを、KI キートミってですね、プロジェクトをやっていたり、あとグリーンモンスターって、これ実はイギリスの会社でやってるんですけども、クズツタですね、イギリスでグリーンモンスターって問題作物になっていてですね、日本から持ってかれたんですけど繁殖力がとてつもなくてですね、ちょっとほったらかしてくると壁ならトラクターは全部緑だらけになるんでグリーンモンスターって言われてるんですけど、こういう、成長力が早い、クズだったりツタだったり竹だったり、いわゆる今迷惑だって言われてるモンスター作物は実は再、すごく再生可能というか、自分たちが消費する以上にペースで繁殖するってことは実は有用資材だよねと。でこういったものをジャケにするんじゃなくてもうちょっと活用しましょうよというプロジェクトをやってたりします。あとはですね、木が大好きなんですけれど、廃材、建物を壊した廃材を、海の中に沈めて岩礁にしましょうというようなことをやって、実は窒素湖でですね、ライオン、そういったことをやっていたり、あとちょっとこれから始まる4月から始まるやつでいうと、ロギングザワールドっていうプロジェクトを始めます。バイオロギングってご存知だと思うんですけども、僕とはなんか環境にいいことやろうと思っても、じゃあそれ計測データあるんですかと、何かやるときにデータとかその映像もそうなんですけど、まだまだ何か取り組むのに不足してるんじゃないですかということに対して、いろんなプロジェクトをやっていて、これほとんど企業さんと一緒にやってます。で、企業家さんたちと話をしていると、もう CSR や広告を超えたいと、本業に意味のあることをやりたいということをやっぱりおっしゃるので、具体的なプロジェクト、アクションなので、僕あんまりこういう場には来てなくてですね、本当に現場でご存じの方いらっしゃると思うんですけども、本当に日本中のいろんな、プロジェクトをやっているところに飛び回っている人間なんですが、まあ、そういった意味で、まあ、これからは実務的に、僕たちが完璧に何か知っているわけではないので、一緒に生物とか生態系ということを勉強しながら、それと今の事業の関わり、もしくは、それがもうフィットしないんであれば思い切ってやめてしまうための新しいプロジェクトだったり事業の作り方みたいなことをご一緒する立場で、アントレプレナーシップ精神を忘れず、企業さんと一緒に新しいものを生み出していけたらなと思ってやっております。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。